消失。
せや。モナリスを攻撃する。この調子で次も頑張ろう。お疲れさん。さっきの出撃で予選突破だぞ。本当？やったね。へえ、ちゃんと予選突破できたのか、ヘッポコチーム。本戦始まるまでにセッティングを終わらせとけよ。飯も食っとけ。了解。無視すんなよ。なんだい？この辺で小さい女の子見てないすか？ずっと探してるんすけど。え、迷子？歳は？みそじすぎなんすけど。受付で迷子アナウンスしてもらえ。面白そうだ。ああ、そうっすね。どうもです。やめろ。あ、もちづき姉さん探してたんですよ。ずっと目の前にいたよ。姉さん視界に入りにくいから。うるち、決勝で戦うことになるかもしれんから、一応こいつらに挨拶しとけ。え、ああ、しゃーす。お前それでも社会人か。お前もな。いつもいつもバカにして。今日こそお前を倒して土下座させてやる。姉さん外から見てるだけじゃないすか。面白え。じゃあ俺が勝ったら。門松も外から見てるだけでしょ。え、じゃあ今まで私をいじめたことをチャラにする。いらん。大会終わるまでに何か考えとく。それでいいか。いいだろう。試合で会うのを楽しみにしてろ。姉さんって仕事はできるけどアホっすよね。アホだよな。